ツルマメは、マメ科大豆属の一年草で、鶴植物である。別名、の豆とも呼ばれる。大豆の原種とされる。日本では、本州、四国、九州、沖縄の各地、国外では、朝鮮半島、中国、ロシアのウスリー川沿岸やアムール川沿岸地域に分布する。日当たりの良い野原や道端に生える鶴製の植物で、ある。 鶴となる茎は細長く、長さは1から4メートルまで伸びて。鶴は、右から左巻きに、他の木や草によく絡みつく。金縁種の中では太めで強い鶴となり、全体に細い茶化色の逆毛が密生する。葉は五星で、長い柄を持った三枚の小葉からなる副葉で、各商葉は、皮芯状の長卵形、長段形、皮芯型などが見られる。 歯の縁は滑らかで、大きさは、長さ3.5から6.0センチメートル、幅1.5から2.5センチメートルほどあり、歯の表面と、利面ともに毛がある。小用の基部には小卓葉があり、強皮新型で黄色く柔らかい毛がある。牡は、夏から、秋の7から9月で、葉液から棒状果剰を出して、長さ6ミリメートル前後の長形をした。 赤紫色の花が3から4個付き、稀に白い花もある。額は、釣り金形で五列し、高褐色の細かい毛が密生する。花は2枚の花びらと、それより小さい2枚の泡紫色の花びらからなる。花弁の内旗弁の中央部分はへこんだ形状を、している。おしべは10本で、下側の9本が下部で癒着して一体となる。果実は、 秋に大豆によく似た、長さ2から3センチメートルほどの糖化をつけ、高褐色の荒毛を蜜につける。鞘の中に2から4個の平たい種子が入っており、食用にすることもできる。染色体数は 2n イコール40。鶴豆は、大豆の近縁で、その原種と考えられており、古代より、人々が栽培し、さらに品種改良したものが、大豆になったと言われる。 品種改良されていないため鞘の成熟が不揃いであるなど農業的な特性は大豆に大きく劣る。鶴豆は大豆との交雑が可能であることが知られており、大豆の脂質成分、大病性等についての改良を目的に様々な特徴を持った鶴豆の系統が大豆の品種改良に利用された事例がある。だが一般には大豆との間の雑種には鶴か ワリサや糖のツルマメ由来の不良形質が発現し、大豆との戻し交雑による不良形質除去が容易ではないため、遺伝資源としての利用には一定の困難が伴う。今までに、種子中の貯蔵タンパク質が有量を増加させる遺伝子を持った系統や、種子中の抗酸化作用があるといわれるグループエーサポニンの多い系統などが発見されている。 しかし、種子中のイソフラボン含有量は大豆に劣る。栽培大豆をはじめとする大豆族や、捧サげサ族の種子に由来する、植物悪根の存在が、縄文時代前期から中期の時期において、近年確認され、考古学的には注目されている。中でも、2009年には、山梨県北都市長坂町の酒飲み場遺跡から、縄文前期の種子圧跡が確認され、 縄文前期から利用された可能性が考えられている。ありがとうございます。